ばんは。こんばんは。ありがとうございます。ちょっともうお風呂に入り終わったので、めちゃくちゃすっぴんで失礼します。いや本当はね、昨日今日と配信するつもりは正直なくてまあ明日ニコ生終わり配信して、31日まあ年あねん2023年最後配信できればいいかなとか思ってたんですけど、今日は配信するつもり別なくって、普通にお風呂に入ったんだけど、あの自主練した後お風呂に入ったんだけど、でも入ったのもね8時ぐらいだったから全然普通だったんだけど、8時ぐらいにお風呂入った後上がって10時前とかで、9時半とかで、あれなんか意外と暇してる本当は暇じゃない、これだけはやらせてほしい、本当は暇じゃない、もう明日のことで頭がいっぱいいっぱいで明日のことで頭がいっぱいいっぱいで本当は暇じゃないんですよ。なんだけど、なんか逆にその一人でいるとちょっともうさ、あの落ち着かないから、もう明日のことでいっぱいいっぱいすぎて落ち着かなくなっちゃうから、そうだから、うーん喋っとこうかなみたいな暇つぶし、まあそういうことかな。だってでもみんなもどうせ暇してたでしょみんなもきっと暇してたでしょ明日刀剣取れなかった、あねやっぱさ年内最後の公演だからみんな来たいと思ってくれてたんだね。ねえありがとうございます。暇じゃないそれはごめんって、私も別に暇じゃない心に余裕は、あでもなんか昨日今日やっぱゆめたんと2人で頑張ったから大丈夫だと思う、多分大丈夫だと思うけど、うん、まだお風呂入ってないけど暇です。あ、じゃあ全然お風呂入りながら聞いてもらって大丈夫ですきっとそんな大事な話はしないので全然ちょっとじゃあラジオの感覚で、はい、お風呂入りながら聞いてもらって結構ですメールの返信書いてた、え、嬉しい、待ってるね、今日メールちょっと多めに送ったよ、多めって言ったっていつも通りですけどね、いつもが少なかった、最近がちょっと少なめだっただけで、今日はまあいつも通り送りました、はい、カウントダウン配信しないです、はい、実家に要請応援要請じゃなくて帰宅要請が来ましたので、はい帰ります、なので年越しはやらないです、やらないけどでも31配信はしようかなって思ってます、はい、ついさっき実家に着きました、わもう年末じゃん、いいなラジオも終わっちゃったね、聞いてました、最終回ついに終わっちゃいましたねラジオ部ね、まあでもまだ公開収録があるのでね、福袋がさ、そうそれがなんか福袋、私本当に記憶がないんだけど買ってなんか住所を実家に指定してたらしくって、実家に届いてるらしいです、なのでちょっとまだ見れてない、てか早かったね、まだ年越さないのに年越す前にみんなの元に届いちゃって、なんか早かったねいやジェラピー系じゃなくて NGT の福袋、私も買ったんだけど実家に届いてたらしくって、そうなのでまだ開けてないので分かりません開封配信は年明けて1日2日3日、まあそのあたりかなと思います、はい、であのイベントのねお礼配信を改めてやりたいんですけど、ちょっと年内できそうになくて、年明けてそうだな、まあ福袋とか開封して年明け4日とかその辺でできたらいいなって思ってます。まあちょっと年末年始皆さんにもね一旦ゆっくりしていただいて、はい、一
くりしていただいて、で、まあ改めて皆さんにはお礼できたらいいなと思ってるので、もう少々お待ちください、はい、あれ持ってくるにはなかなかの、いやですよね、福袋の話ですよね。いやそうなんですよ、なんで私実家に送っちゃったんだろうしかも今年もさ、コンテナ付きにしたから。いやで、私あの本当に失敗したなって思うのが、開封配信はここでやりたい、でも開封した後は実家に送りたい、なのに実家に届いてるから、実家から一旦こっちに持ってきて開封して、開封した後もう一回実家にこう送り直すっていう、すごいめんどくさいことをしようとしてて、なんで実家に送っちゃったんだろういやそうなんだ、開封配信したいんだけどさ、持って帰ってくるのちょっとめんどくさい、そしてまた家に送り返すっていうちょっとめんどくさいんだよな、どうしようかなって考え中です。はい、そうなの、段ボールめっちゃでかかった。いやそうだよね、だって私去年とか今年のか、今年のやつもさ、コンテナ付きなんだけど、めっちゃ記憶あるもん、めっちゃでかかった実家で配信はあのもう配信スペースがとんでもないことになってる、もう物置とかしてまして、はい、実家で配信はもう不可能です。はい、てか実家で配信する気はもうさらさらなくてもうね、すっごい時を止めておいたまま、あの配信スペースの前にいろいろなものがもう散乱してて、はい、絶対にできないもうあの配信スペースは使えません。でも片付ければ使えるんだけど、片付けろって言ったって全部私のもので溢れてるので全部自分が悪いんですけど、はい、あそこで配信したかったら片付けなって言われるのが目に見えてるので片付けません、はい、カレンダーも時止まってると思うよ、いつぐらいから止まってるかな、でももうちょうどもうすぐ引っ越して1年、でも引っ越してからも何回かあそこで配信はしてたから、いつだろうね、でもまあ半年ぐらい前から止まってますね片付けに行こうか、もうほんと見せられないほんと見せられないレベルで、誰かが片付けてあげるって言ってもほんと片付けられない、もう無理はい、もう生写真だけの開封にしますか。いや正直それでもいいよね、だって開封して何が楽しみかって生写真じゃないだってもうさ、個別のさ福袋をさ買ってるわけだからさ、何のグッズが入ってるかってもうみんな全部分かってるわけじゃん、しかもさコンテナ付きって言ったらもう全部入ってるだけだから、何が楽しいかってもう生写真だけだもんね。確かに生写真だけ持って帰ってこようかなそれだったらすごい身軽、はがきサイズであ、特典ね、確かに特典入ってるかどうかを見たいんだよね、みんなはね。そうだよね、全然さ私のなんかチェキとかあの年賀状とか入ってた報告がないんだけど、私だって年賀状ってさ10枚ぐらい書いたよ、チェキ何枚でしたっけな、1、2、3、4、5、6枚、チェキも6枚出した、でも5枚6枚、うん、から絶対いるはずなのに当たってる人全然はあなんか入ってた報告ないんですけど、私んとこに届いてんのかななのかな、そう全然いないんですよ、そう何人かは見たけど、でもだって年賀状10枚チェキ6枚ですよ、16人いるはずなんだよ最大で、3人ぐらいしか見てないんだけど3人ぐらいしか見てないから、本当に多分さいないかな、チェキ5枚か、じゃあやっぱ6枚出したうちの5枚なんだ、なんか予備で出したんだ、じゃあなのかも、ファン以外に届いた、いやいやでもみみの年賀状間違った、みみの福袋買ってる人にしかみみの年賀状は届かないはずだからさ、
そんなファンじゃない人が耳のね福袋買ってくれたらそれはどうもありがとうだけどどうなんだろう。まあ確かにね、みんながみんなあげてるとは限らないからね。いやそうなのよ。どうなんですかね。そう、まあみんなが報告しなくてもいいんだけどさ、だから少なくとも私のところに入ってる可能性もまあなくはないじゃないですかいやそう思うとね、やっぱちゃんと開封したい感もあるよね。でもちょっと本当に持ってくるのめんどくさい、持ってくるのめんどくさいし、持ってきた後うちに置くとこもないよ、ないのに買ったんかいって話になっちゃうけどいやそうなんだよね。あ、確かにまだ受け取れてない。いやそうだよね、だってそもそもこんなに早く届くはずないこんなに早く届くなんて聞いてないじゃん、まだ年越してないのに福袋とかね。まあそりゃそうだよね。まあだから全員が全員受け取ったとも限らないし、受け取ったとてね全員が載せてるわけじゃないしね、 SNS にね。そうだよねまあ誰かの元に届いてたら嬉しいなちなみにチェキは今は泣きリバイバル公演の衣装で全部出しました。なんかね、多分その予備を入れて6枚出してって言われてたんでね、提出を。なのでリバイバルのオープニングの衣装と残酷の衣装と冷蔵庫の衣装と白プリーツと黄色衣装と時衣装の、そうちょうどね6枚、チェキ6枚出してくださいって言われて、ちょうどねリバイバルの衣装がね6なんです。そうだから1着ずつの写真、千秋楽の1個前の声の時にあのリール載せたじゃないですか、衣装の。あの時にあの全部の衣装のチェキを、あ違う違う、全部の衣装の写真を撮ってたから、それをねチェキにしました。はい、そうそうそう3枚確認できた。あ、本当に？あら、じゃあもうあと2枚か3枚とか。冷蔵庫衣装欲しい。いや、そうなのよ。だからさ、もうさ、リバイバル公演もやってないからさ、それのチェキって結構レアじゃないですか。だからね、リバイバルの衣装のね、チェキにしたんだよね。どなたかの元に届いたかしらね。年賀状は本当なんか画力なくて申し訳ないんですけど。でも頑張って書きました。ほんと申し訳ないけど、いや早いね。でもほんともう年末だね、めっちゃね。え、あれ見てくれましたか、番組、今日の番組。ちょっと私はあの自主練しに行ってて見入れてなかったんだけど、ハロー佐野東三郎結構なんかお固め番組だったでしょ明日単色財布、ありがとう、単色ありがとう見ましたか、勉強になりました。え、嬉しい。いや、わかる。なんか私、まあ新潟生まれ新潟育ちですけど、佐野東三郎さんも存じ上げてなくて、そもそもそう存じ上げてなかったんですけど、はい、新潟出身だけどね。でも本当にあそこの亀田地区のそう今があるのはね、その東三郎さんのおかげなんだなってことを知ることができました。はい、ねえ、なんかでも今その漫画とかにもなってるらしくって。そうなんですよ。だから漫画とかだったらちょっと番組自体結構お固めだったと思うんですけど、漫画とかだとよりね多分分かりやすく描かれてるんじゃないかなって思います、はい、そう久しぶりのねセカヒト衣装も着てね、はい、楽しかったです。中国でもね、そうなの、新潟空港までロケに行きまして、かなり地元です。ああ本当に？あの辺の方あの辺の方、撮影はカホの生誕祭の1週間前ですね。はい、
そう、あのロケをカホと2人でやってて、やってる時にスタッフさんから電話がかかってきて、沼浜の収録どうしますかみたいな、めっちゃ急遽なんですけど、もしもさんの生誕祭にはその分出られなくなっちゃいますみたいな、っていうロケ中に電話が来て、そうで、カホにごめん生誕祭出られなくなっちゃったって言ったのがあの日だったので、そう11月だね、だからそうなんです、そんなことがありました。でもあの日のロケはずっとカホと朝から一緒だったので、なかなかねカホと一緒にロケって今までなかったんですよ。そうだからすごい新鮮でした、とってもそうなんです。小学校の社会科で勉強しました。あ、そうなんだね。やっぱあの辺の地域の方はやっぱ地元のなんかすごい人として勉強するのか。でも私は新潟だけど、そう全然知らなかったから、うん、そうなんですよね。でなんかそう、私は番組見れてなかったんだけど、家族がお家で見てくれてたみたいで、そうで番組見たよって LINE が来たんですけど、番組終わった後に私の単独の CM が流れたみたいな、みんなスマイルの CM 初めて見れたみたいな言われて、なんだそれってなんか私普段家でも結構 NST さんつけてることあるんだけど、私が普段 NST さんつけてる時ってあの NGT の CM たまに流れるんですよ。でもあのまだリカさんもいて、なんだろう、リバイバル公演の後に撮ったやつかな、なんかリカさんもいて、はるかがあのアンドスマイルって言ってるやつは結構よく見るのね、普段からお家で NST さんつけてて。そうでも単独の CM って私も見たことなくて、てかなんかもはや撮影したことも記憶からちょっとなくなっててなくなってて、最初そのママから LINE で CM も番組の後ミーの CM も流れたよって言われて、それだと思ったの、そのリカさんもいるやつでしょって聞いたら、一人だったよって言われて待って、一人の CM なんていつ撮ったっけって思って全然記憶なくって、したらなんか写真送ってきてくれて、写真を見て思い出しました。そうガタチューブのスタジオの収録に行った時にそういえば撮りました。もうあれいつだ、でもほんとめっちゃ前だ多分。そういつだっけあれ、てかガタチューブスタジオ出てたのにいつだっけな、上半期だな、2023年の2月3月ぐらいかも、2、3月ぐらいかもしれない。そうあのYouTuber の地球儀のゆうさんとご一緒させていただいた時かな、スタジオ収録で。そう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 、その時にそういえば撮ってたと思って思い出しました、それを見て。そう、でも私もほんと見たことなくて、自分のやつ放送されてたのも知らなくて、初めて見れたってママに言われて、私は見てないなってまあでもね、私の実家のテレビは全録なので、はい、お正月帰ったら見ようと思います。ライマーテーマが参加中の、あーそうだった忘れてた、ありがとう。これどうやって直すんだっけ、確かにちょっと後で直しとこうかな終わった直後ね、そうだよね、絶対みんなまだ見てたもんねお正月の CM 明けましておめでとうございます。あーさてどうでしょうさてどうでしょう、皆さんね、じゃあお正月もねいっぱいテレビを見てください
これ直し方わかんない。どうやって直すんだ。ライバーこれか、これだ、できた。ちょっと消しとこう。お正月もね、いっぱいテレビ見てくださいね。明けましておめでとうしてるかな、どうかな。あとね、ラジオもね、やっぱ聞いといた方がいいかもしれないですね。あの1月1日のね、エッサコイサに私出てますので、はい、1月1日からね、早速ね、あの FM 新潟さんなんかもいっぱい聞いてもらえたら、もしかしたらいいかもしれないですね。はい、なんか日向まつりさんインスタで匂わせてて、あーそれはね、またね違うんですよ。はい、それもね、はい、すごいことが起きますね、スイーツ部、スイーツ部もね、そう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 、いや2024でも楽しみですね。あ、そう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 、FM 新潟さんはそう、あの酒焼けみたいな声の私が流れますね、はい、新年早々に新年早々にちょっとガスガスの声の私が多分流れちゃうと思うんですけど、じゃあ FM 新潟さんもたくさん聞いてくれたら嬉しいです、来年も。言っとくけど本当に飲んでないからね、だって闇明けですから。闇上がりだったから、そりゃ飲んでるわけないから、はい、ガチガチ風邪での声ガスガスだったので。はい、飲んでて本当の酒焼け声じゃないからやめてください。違いますからね。いやでもそうですね、あの年始からね、きっといろんなところで私の姿が見られるかもしれないですね。体調崩してるの知らない人、いやそうなんですよね、しかも1月1日からね、効果不効果1月1日から放送されちゃうものだから。なんかまあ酒焼きしててもおかしくない時期。で、いやそうなんですよ、ちょっとね、なんで私だったのかなって感じですけど。ガスガスすぎて、はい、でも2024年も皆さんにいっぱい声をお届けできたらと思いますので。番組内で弁明しなかったね、うん、1月1日のエッサンしてないです。その声については一切触れずに普通にやり通した、なんなら進行を。なので30分ガスガス声で。だからせめて進行違う人にしなかったのかなって感じなんですけど、はい、進行もガスガス声でやらせていただいてますので。はい、ちょっとね、大丈夫かな、心配なんですけどね。音量大きめで聞いてください、はい、1月1日から。新年からぜひたくさん聞いてください。ガチで普通にいつも通りにやりました、はい、別にもう体調は大丈夫だったから、ただ声がちょっと酒焼け声みたいな感じだっただけです、はい。いやでも本当にね、なんか年末の番組にもこうやって出演させていただけたこともめちゃくちゃ嬉しいですし、年明けからもね、そうやってラジオだったりとか、はい、いろいろあるので嬉しいですね。なので皆さん2024年も楽しみにしていてください。皆さんにいっぱいいい報告ができる、皆さんにいい報告がいっぱいできるように頑張りたい。2024年も頑張りたいと思いますので。あ、そう、学校のお宝拝見します、今年はユーハがね。そうなんですよ、そ
そうなんです、もう4年目とかですね。本当一番最初が私やらせていただいて、次の年が青ちゃん、次の年が青ちゃんで、その次の年が萌ちゃんで、今年は優派で。そうなんです、なんかありがたいことにね、こうやって NGT メンバー毎年年末にね出演させていただけて、ほんととっても嬉しいです。ありがとうございます。でこれほんとなんかもうさすがに言っていい、もう4年も前の話だからさすがに言ってもいいと思うんですけど、今だから言える話、実はその学校のお宝拝見しますの番組、その一番最初の年私が出させていただいたんですけど、本当は実は私じゃなかったんですよ。いろいろあって、ちょっとメンバーのそのあのなんていうのかな、体調不良というか、そうなんです、もともとは別のメンバーの予定だったんですけど、前日、前々日、2日前ぐらいにそう、あのお願いできますかっていう話で、多分それまで一人でロケなんてしたことなかったんですよね。そう、一人のロケなんてしたことなかったし、する予定も多分なかったんですけど、そう、でもちょっといろいろあって私に巡ってきて、そうロケをさせていただいたっていう、それが多分私の初めて、 NGT から一人飛び出して初めてロケは多分それだったかな。そうなんです。実は急遽だったんですよ、多分初めて言う。もう4年経ったからいいかな。みたいな。初めて言うんだけど、実はもともとは私のそう予定ではなくって、そうそう、でもなんかもともと私の予定じゃなかったものでも、そこでじゃあ誰にするってなった時に、なんか私の名前が上がったことがすごいまず嬉しいことだし、そうで初めての多分 NGT 一人ロケだったんですけど、一人ロケがあの番組で本当良かったなって思ってるし、そうなんです。そう、今でこそね、こうスイーツ部で一人でロケやらせていただいたりとか、それこそ NST さんでも大好き新潟チャンネルだったりとか、本当にあの全然一人でロケ行かせていただくこともすごい増えたんですけど、本当の本当の多分一番最初はあれだったし、あの時やっぱ初めてだったのもあって、すごい自分的にはあんまりうまくできなかったなーってちょっと思ってたのね、思ってたんだけど、すごいスタッフさんから良かったよっていう風にあの連絡をいただいたりとかして、そこからすごい自信を持てるようになったし、そうすごい私の中ではとってもなんかそういう、もともとは自分じゃなかったっていうのも含めてすごい思い入れ深いロケだなって思うのね。うん、すごい今でもめちゃくちゃ鮮明に覚えてるロケのこと。もう4年も経つんですね。いやそれが結構恐ろしい、そう恐ろしいし、なんかそこからこうやって NGT のメンバーね、今でも毎年続けてそう出させていただけてるっていうのはすごいありがたいことだなって思うし、そうありがたいことだし、なんかその私が一番最初やらせていただいた時、私はあんまり自分の中ではうまくできたっていう気持ちではなかった、反省点の方がすごい多くって、まあ、初めてだったからしょうがないんだけど、そう個人的にはその反省点の方が多かったんだけど、こうやって4年もねなんか続けて NGT のメンバー出させていただけてるものも、一番最初が自分がやらせていただけたっていうのは、なんか少なからずちゃんと結果に残せたのかなって、まあ私の力ではないかもしれないけど、私の力ではないかもしれないけど、でもこうやってねあの何年も NGT 出させていただけてるっていう部分では、ちょっとでもはい結果に残せたのかなって、次につなげることができたのかなって思ったら、そうなんか誇りに思えるなというか、あの時そう やらせてもらえてよかったなってすごい思ってますね。もう4年も前ですよ。そうなの、4年前って何歳よ私、え23、19歳、
まだ10代だったんだ19歳です。はい、 その時にあの杉山アナと初めてご一緒させていただいて、でそこからね、その大好き新潟チャンネルとかのロケは結構行かせていただいてたんだけど、スタジオとかはなかったから、そう、あの去年今年あれ市川さんとご一緒したのがガタチューブ初めてのスタジオだったんだけど、あれは去年だったっけ、去年だったかな、今年だったかな、ちょっと忘れちゃったけど、そう、でもほんとそのガタチューブのスタジオ収録でその学校のお宝拝見しますぶりに杉山アナとご一緒させていただいて、そうなんですよ、そうめちゃくちゃ嬉しかった、本当に私の初めてのロケめちゃくちゃサポートしてくださったので、そうすっごく記憶に残ってたし、もともとはなんか私が NGT に加入する前から普通になんかテレビで見てたアナウンサーの方だったから、一緒にロケやらせていただいていっぱいお話できるようになったのもすごい嬉しかったし、とっても記憶にやっぱ残ってますね、うん、懐かしい。でも本当にあの頃はめちゃくちゃ人見知り、まあ今もそうだけど、今はもうね割とその人と話すことに慣れましたけど、当時は本当になんかこう普段やっぱ NGT48 っていうグループの中で生活してるから、なんかそこで関わる人としか喋れなかった、外のなんか方とってなかなかお話できなかったので、あの頃はすごいもじもじしてたなっていう記憶ですうん、初めまして、ありがとうございます、かわいい、ありがとう、すっぴんだけどうん、成長した姿見せられたかな、どうだろう、見せられたのかな、そう、あ、そうだ、でもその時にウェディングドレスの話をした記憶があるから、やっぱ今年だ、今年だね、あ、だってあのウェディングドレス着たの1月とか2月とかだったから、一番最初の迎賓館の時は、そのでその時に杉山アナに再会して、その後のガタチューブの収録でやったが、やっぱ今年だ、そうだから今年4年だから、4年ぶりとかに再会したのかな、そうなんですよもじもじしてたイメージないっす、いやいやそんなわけないじゃん、超絶もじもじさんだったじゃんえ、でもそうなのかな、私にもじもじしてるイメージないのかな、あんまり、特になんか最近私のことを好きになってくださったファンの方とかは、え、そう、なんかさ、あの今日もメールとかでなんか今年1年を振り返った時に、やっぱ今年のさ、なんか今年私すごい変わりましたよねみたいなメールをね送ったんですよ、そう、今年1年で、ね、本当に私すごい変わりましたよねみたいなメール送ったら、なんか今年1年でみゆちゃんのことを好きになったから、なんか今のみゆちゃんのイメージしかないから、なんかそのそこまで変わったっていう印象はないけどみたいなメールの返信で言われて、そう、ああでもそうなのかなみたいな、やっぱ最近私のことを知ってくださった方からしたら最近の私のイメージしかないから、やっぱそうなのかなと思うねそう、でも昔から見てると多分変わったって思うのかもしれない いい方向に変わ、でもそう、うん、そうだと思いたいそうだと思いたい、いい方向に変わっててほしい、変わるならせめて自己主張するタイプではなかった、今は今はどうだろう、ガツ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 自己主張激しめどうなんでしょうかね
最近2ヶ月のみゆちゃんしか知らない。いやでも一番いい時にじゃあ知ってくれてるんだ。それはそれで本当に嬉しい。多分最近の私を知ってくださったら、そう、最近の私がきっと今が一番いいと思うから今のみゆちゃんだからこそハマったのは。でもね、そう、でもそうだよね、きっとそうだから今年1年でぐっと私のことをこう興味を持ってくださった方が増えたんだろうなって今の私じゃなかったら多分そうじゃなかったってことでしょうしね。うん、そんな気がします、うん、いろいろ成長しましたね。いやでも本当に思う、なんか多分立場が人を変えるって本当にあるんだと思います、うん、キャプテンやるようになってから変わったのは絶対にあるから、そう、立場が人を変えるって本当にあると思います。うん、フォローしました、ありがとうございます。去年までは楽しだったのに今年一気に推しが増えた。あ、それはどうなの、結果的には良かったの、推しが増えてどうなんですかそれなんか増やされた側だとね、ちょっとなんか複雑ですけどね。そのなんていうの、もともと単推しとして推されてた側だったとしたらね、って思うだろうけど、まあでもその推しが増えたことによって推し活が充実したなら、それはそれできっといいことだと思うし、うん、キャプテンじゃなかったらね、いやそうなのよ、キャプテンじゃなかったら私もうアイドルやってないかもしんないし、いやでも本当にこれはそうで、キャプテンじゃなかったらもう別に私やりきってたんじゃないかなって思う年齢的な部分もそうだし、うーん、なんじゃないかなって思いますね。だってキャプテンじゃなかったら今これだけアイドルを多分楽しめてもないと思うし、うん、って思います。こんな短期間で変われるんだな、わかる、人って変われるんだね多分やめてたと思う。いや本当にそう思う、多分やめてた、もう私いないと思う、うん、今月だけで4回も公演入る、え嬉しい。もうそれは完全にさ、思い出いっぱい公演にドハマりしてるじゃんね嬉しい、ありがとうございます。明日公演納めなので頑張りますうん、いやめちゃくちゃターニングポイントだと思う。うん、キャプテンじゃなかったらもう多分いる意味ないっていう言い方もあれだけど、多分自分的にはもう満足しちゃってただろうなって思うので、うん、でも別にキャプテンになりたいと思ってこれまで活動してたわけではないじゃないですか。だからそれが不思議だよね。キャプテンになろうと思って目指してさ頑張ってたわけではないけど、でも多分キャプテンじゃなかったらもう今ここにはいないって思ったら不思議だよね。巡り合わせみたいななのかなって思いますね。うん、こんなに1年で苦手かと思わなかった、嬉しい。きっとね、これまでも NGT のこと応援してくれてて新潟に何度も来てくれてたと思うけどってことだよね。嬉しい、今年35回も公演入ると思わなかった、嬉しいね、ありがとうね、いっぱい新潟まで来てくれて。明日の公演めっちゃ楽しみ、え嬉しい、頑張っちゃおう頑張っちゃおう。もうさ、明日公演納めにしてもう一大仕事ですよ、本当に、私がキャプテンって思った言われた時はね、もう本当にちょうどキャプテン指名されてもうすぐ2年経つんですけどね、本当にキャプテンになろうと思ってこのグループに入っていたわけではないから少なくともね、そうなの、なんならえ私って感じだしね、不思議だよね。もう
一度センターになりたいって気持ちもキャプテンになったから、どうなんだろう。でもそうかもしんないよね。なんかその多分さ、正直一回できるだけでもすごいことだし、すごいことだし、多分それでできてたら満足だったんじゃないかなって思う。でも今それで満足してないのは、多分そのキャプテンっていう立場でもグループの先頭としてこう引っ張っていくだけじゃなくて、そのなんだろう、立場で引っ張るだけじゃなくて、ちゃんとグループの顔としても引っ張りたいっていう意識の中で生まれるものだから、多分そのキャプテンっていうものがなかったら生まれてなかったかも。もう一回やりたいって、多分一回で満足してたっていうか、そのなんだろう、今のモチベーションの中だからやりたいって思うものであって、正直一回も経験してる以上いいことばかりじゃないって分かってるから、そのなんだろうな、もう一回目指したいと思うほど魅力的な場所かって言われたら、多分それに気づけなかったかも。キャプテンやってなかったら、やっててなんかその立場だけじゃなく引っ張りたいなっていう気持ちとか、なんか今のモチベーションに気づけてなかったらもう一回やりたいっていう気持ちにはならなかったから、やっぱりそのキャプテンになったことによってできたもう一回やりたいだと思いますね。って思う。海と一緒に公園納めできるの嬉しい。嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。年末年始おしゃべり会なのね、わかる。明けましておめでとうとかいつ言うんだろう。本当にファンからキャプテンまでに上り詰めたんですかね。そういうことにしておきましょう。そうなんですかね。ありがとうございます。明日当日券で入れる、あ、取れたのすごいね。なんか当日券結構すぐなくなったって聞いたよ。すごいね、嬉しい。いやそうなの、自信がないとね、もう一回センターやりたいは言えないよ本当に。いや本当にそう思う。そのまだ一回もやったことなくて目指すだったら、やっぱそれはさ、アイドルやってる中で誰もが目指すところだと思うし、それをその口にできるかどうかは人によるだろうけど、やっぱ誰でも目指すところではあるじゃないですか。でも一回経験した中でもう一回やりたいって思えるかって言われたら結構本当難しいと思う、うん、し、特に私はその状況的にもなんかめちゃくちゃいい状況でセンターをやらせていただいたわけでは決してなかったから決してなかったから、まあでもそこの部分で逆に心残りがあったからこそもう一回目指したいと思うのはあるかもしれないけど、そうだね、うん、だってもうオーサムとかポンコツあたり、そのキャプテンじゃないや、センターやってから1年後ぐらいの時はなんかやっぱあの時私センターじゃダメだったんだみたいな、逆にそう自分がやったことをなんだろうな、後悔するじゃないけど、うん、逆に私じゃない方が良かったんじゃないかなとか、なんかそう思うことの方が大きかった当時は。ので、そうだからね、もうやりたいとも多分あの時の状況じゃ思わなかったと思うし、思わなかったし、なんならなんかあの時本当に私でよかったんですかみたいな、私じゃない子だったらもっといい結果になってたんじゃないですかとかめちゃくちゃ考えてたから、そうだね。思ってから多分その思考だったら絶対にもう一回やりたいとは思えなかったと思います、うん、ビスイベ1位取ったことによって次センターになった時の他の班の納得感が出る。いや、うん、それはあると思うよ。やっぱりなんか当時はそのセンターやらせていただいた時は自分の実力でつかみ取った
ていう感覚では正直なかったから、そうもちろんね、あの状況で任せていただけることってすごくいいことだし、そうすごいことだし、その中でもちろん自分のできることは頑張った、当時の自分の中では頑張ったつもりだったけど、そうけどやっぱりなんだろうな、もう一回目指すのであればなんか自分の力でというか、そうみんなと一緒になんか頑張ったからこそ掴めましたっていうポジションがいいなって思ってる。あの曲で弾かれたものなので耳で正解だと思って、いや嬉しい、なんかその何年か経った今でもそういう風に思ってもらえてることはめちゃくちゃ嬉しい。当時は当時で自分では頑張ってたから自分では頑張ってたから、もちろんなんかそう思ってくれてすごい嬉しかった、嬉しいけど、そうなんか当時とか当時の1年後とかは本当になんか自信持てなかった、本当に私でよかったのかなみたいな感じだったけど、うん、そうでも今は本当にそうやってビスのイベントで皆さんにねこの1位を取らせていただいたりとか、やっぱ自分にめちゃくちゃ自信を持てるようになったからこそ、なんかみんなになんか嬉しい報告をしたいというか、みんなに届けたいっていう気持ちの方が大きいかな、うん、なので2024年は目指しましょう。結構でも本当にいろんなところでちゃんと口に出すようになりましたね。そうなんか今年のすごい大きな変化としては、まずそこでもう一回センターを目指そうっていう思考になれたことがまず結構大きいんですけど、そうやっぱりもう一回目指そうって思うまでに時間がすごいかかったから、そう思えるようになっただけでも本当に自分の中では結構大成長なんですけど、そこからさらに言葉に出せるかどうかっていうのは本当に私の性格上めちゃくちゃハードルの高いことで、うん、そうなんだけど、なんかその言葉に出せるようになったのはやっぱ自分にさ、こう自信がないと私は言えない、なんかそんなにビッグマウスな人じゃないので、なんか自分のその手の届く範囲のものだって思う確証がないとなかなかその口に出せないタイプの人間なんですけど、でもそれを言えるようになったっていうのもだからすごい、あの私の中ではこの1年の結構大きいことだなって思ってます、うん、でもやっぱさ、言うことによってなんかファンの皆さんの意識もやっぱさ高まるじゃないですか。そうなんかみんなも、いやじゃあ推しをセンターに押し上げるぞみたいな気持ちにさ固まるにはさ、やっぱさ言葉に出さないと伝わらないものってあると思うし、そうだしやっぱ私もその自分の中でその周りに言って自分のことを追い込まないと多分本当に叶わないって思うから、言葉に出せるようになったのは結構大きいですね今年、うん、で1個その生誕祭で、まあそのセンターになるもそうだけど、生誕祭で言ったことのうちのね一つ二つ少しずつ叶えられたので今年のうちに、それ本当すごいよね。まだ誕生日から1ヶ月しか経ってないんだけど、その1ヶ月のうちにすごいもうすでに言ったことを少しずつ叶えられてるっていうのはすごい本当にことだと思うから、生誕祭で宣言したこと2024年はもう全部叶えるぐらいの勢いで、はい、ちゃんとねそう言葉にしたのでね、叶えられる一年にしたいなって思ってます。はい全然だから最近そうだね、めっちゃそう取材とかでも言うようにしてるし、なのでスタッフさんにもめっちゃ伝わってる。スタ
タッフさんにもめっちゃ伝わってるので、なんかそのやる気がちゃんと伝わる1年にできるように2024年頑張りたいと思います のんびり配信だと思ってドライヤーしてたけど話良すぎてごめん、ドライヤー止めてた確かに、だって配信するつもりなく始めたものだからね、そんななんかちゃんとしたもの、こんなドスッピンで話す話じゃないの、割と真面目に喋っちゃったけど割と真面目に喋っちゃったけど、ほんとこんなお風呂上がりのドスッピンで話す話じゃないよねいやわかる、おしゃべり会マジでやろうないの本当に困るね、なんか卒業控えてるメンバーもやっぱさ多いからさね、卒業前にやっぱしゃべり会みんなにやってほしい、ファンの皆さんにやってほしいって思う。やっぱ推しと最後にしゃべれないなんてね、心残りだよね、そんなのね。ねえ、だから会ってほしいなと思うけど、移動中だったけど止めて聞き入っちゃった、あーありがとうございます全然そんな聞き流していいんだけどね、いいんだけど聞き流しすぎて事故られても困るから適度に止まってねお風呂入ろうと思ったけどタイミング申し訳ありません。しかもこんな長くさやるつもりじゃなかったのにさ、本当に本当にこれラジオ部で身につけて唯一良かったのか悪かったのか分かんない、ちょっとやるつもりで本当に長い、結局ねこうやってね1時間やっちゃうのね本当にね良くないよねだってあ絶対1時間やると思ってた。まあそうですよね、皆さんはもうね慣れましたよね皆さんはもう慣れたと思いますけど、私はまだ慣れてないんですよ、当の本人がちょっとやるつもりだったのにさ、結局1時間喋っちゃってさ、ほんと結局お風呂入ってます、聞き流していいって言ったのにありがとう、ほんと23時スタートの時点で0時までの、まあそうだよね、まあ、私はそれ覚悟の上だったけど、でも全然そんなだって話すこととか決まってないしでもそう話すこと決まってないから逆にこんな長々喋っちゃうのよね多分ね、本当に良くない、明日朝早いのにね、え分かる、しかも朝早くしてる原因私だから、私と夢たんだから絶対リハ時間長くすんのそうだよ、だからもうさっき黒板書いてきたよ今日、ちょっとでもみんなの入り時間を遅くしようと思ってそういつもなんか黒板書く時間がリハ前にあって、そこからリハなんですよ、で黒板書く時間結構15分ぐらい10分15分ぐらいいつも取られてて、そうでその分みんなやっぱ入り時間早くなる、でリハもさやっぱさ長くなっちゃうから、そのね初日の子もいますし、そうそうそう、だからあのちょっとでもそのリハ時間で結局長くなっちゃって、みんなの明日の入り時間絶対早いこと確定してるから、そうちょっとでも短くするために黒板を先にゆめたんと先書いてきたそう書いてきた、もうみんながサインだけを書けばいい状況にしてきた、そうもうみんなのこと朝早くさせちゃうからそう黒板書く時間ね結構長く取られてる毎回、そうねそう明日多分だから早いけど、いや本当にどうしよう明日めっちゃ不安なんだけど明日めっちゃ不安なんだけど、え MC はねもうあの慣れたもんですから、ええどうせ私だろうと思って、みんなもそうだと思うけどMC はねもう慣れたもんなんで、はい大丈夫なんですけどね、公演がね公演納めなのにね全然落ち着けないの
張りますね。まさか年内にニポジメ見られるなんて。誰もそんなこと言ってませんけど誰もそんなこと言ってませんけど。え？さすがに隠す気もないわ、ここまで言ったらまあでもね、ニポジメって言ったってね、どこってなりますしねどこってなりますからね、はい、え、予想はみんな何すると思う？な、でもどこって言ってむずいよね。なんか今のなんか公演ポジションがあって、だ誰ポジとかってなんかあるわけじゃないからむずいよね。うーん、自己紹介の位置で、うん、そうだね、自己紹介の位置は本当なんかもうポジションで決まってるものだから、そうだね、自己紹介ではわかるかも。いや、そう、もう何をどこ、そうだよね、誰ポジが何のユニットなのかもうもはやわかんないよね、ごちゃごちゃになりすぎてね。 1.5 ポジ、確かにこの前のね、みはるさんとかえりみたいにね、半々でね、はるかとね、その可能性もだとしたら、はるか余裕ぶっこきすぎじゃないだとしたらだいぶ余裕あんなユーハの場所もいいの、どういうことする、なんかユニットの話やってほしい、ユニットの話なのどういうことなんだろうきのうの配信でだいぶ出っ張ってた。まあはるかもね、言うて公演2週間ぶりとかですからね、オリポジがオリポジじゃないよね、もはやね、2週間も出てなかったらね。さてどうなるんでしょうかランキングを読みます。13位サバサンドさん、ありがとうございます。12位あやめさん、ありがとうございます。11位ボブインさん、ありがとうございます。10位トシーさん、ありがとうございます。9位ノートンさん、ありがとうございます。8位 MS さん、ありがとうございます。7位ホシーさん、ありがとうございます。6位ラーマさん、ありがとうございます。5位タカさん、ありがとうございます。4位ヒーローさん、ありがとうございます。3位雪だるまさん、ありがとうございます。2位のさらさん、ありがとうございます。1位ゆうきさん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんな結局急遽な配信1時間もやっちゃって、すいません、ほんとどっち側の席が見え目いっぱい目ですか。それがさ、それがさ、どこでも見えんのよ多分あのいつものポジションよりもどこからでも見えると思う。うん、そうなんです。いつものポジションは逆に真ん中がちょっと多すぎて柱の外から見えないことが多分多いんですけど、なんなら明日は真ん中でも外でもどこでも多分見えますはい、柱の外でも多分めっちゃ見えます。うん、しかも上手でも下手でもどっちでも見えますそんなことあるって感じかもしんないけど、そんな感じなんですよね、うん、そうなんですよはい、もうなんかほんととんでもないことになっててはい、そんなポジションあります。はい、そんなポジションあります。もう半端ね、移動距離が半端ね。はい、頑張ります。明日はっ頑張ります。なのでちょっと本当に見ててね、明日本当に頑張るから見ててください。でも間違ってても間違ってるって言わないでください頑張るけど、頑張ってるけど間違ってるのは間違ってるって言わなくていいのでお願い、なんか優しい目で見守っててください